ちは。ようこそヤマハコミュニケーションプラザへ。皆さんきっとオートバイとかお好きな方が多いんですかね、やっぱりね。はい、あの、あまり固まらなくて結構ですよ。あのサロンコンサートでどうか気楽に、僕もあのリラックスして皆さんと一緒にですね、時間を作っていけたらなと思いますけども、今日はですね、ピアノソロをお聞かせいただきたい、お聞きいただきたいと思いますけども、今日のこのピアノ本当にまたちょっと歴史があって珍しいピアノなんですね。今から40多分ですけど5、6年前のピアノ、ちょうど皆さんが生まれる前ぐらいですね。違いますか？はい。あの若い方いらっしゃるとどんどん緊張するんですけどね、今日はリラックス、あの本当に今日は本当にね緊張してやりたいと思いますけども、本当にね、この岩田の方へ、ね、ようこそ。僕はですね、実はあの父方の方が浜松の北の方のですね、皆さん両端地でご存知ですかね、そちらが出身なんですね。今でももちろんあの菩提寺ですかとしてあるんですけども、ですのでこのヤマハさんにもですね、僕の親戚のおじさんとかいっぱい働いてましてね、本当にこう、また特に僕もまたもちろんヤマハのピアノで育ったんですね。ですからこう今日本当に嬉しく思いますね。皆さんね、一緒に時を過ごせればなと思います。僕はあのドラマティックピアニストなんてかっこよく言ってますが、まだ即興演奏とも言ってますけども、まあ、平たく言うと適当に弾いてるだけですので、皆さんどうぞ、皆さんもこうイメージの中で、いろんな頭の中でイメージを抱いていただいて聴いていただければなと思います。それでは、この曲から、いきましょう。今日、まあ、映画音楽とかミュージカルナンバーとかいろいろ取り揃えてお聴きいただきたいと思います。それではこの曲からどうぞ。墓場のテーマ、墓場。